祖母から母へ、母から娘へ、親子三代にわたって受け継がれてきた小さな伝統工芸があります。加賀友禅のお針子さんが余った糸で作ったことから始まった加賀指抜き。絹糸を幾重にもかがって生まれる模様の美しさは、裁縫道具のみならずアクセサリーや趣味としても広がりを見せています。私が指抜きを作り始めた時には札幌に住んでたんですけど、金沢のものを何か一つ身につけたいなと思って、その時に母や祖母が手まりと指抜きを作ってたんですけど、じゃあどっちか自分でも作れるようになりたいなと思って、ちっちゃいものの方が好きだったので指抜きにしました。金沢が恋しくなった学生時代、作り方を教えてくれたのは母、孝子さんでした。娘は熱心でね、もう作り出すと、はい、人もご飯食べていようがないんで、もう聞いてくるんですよ。眠くてしょうがなくても聞いてくるんですよ。寝かしてくれないんです。ものづくりの原点は、祖母つや子さん、幼いゆき子さんが描いた絵をもとに作ってくれた手まりがあります。きれいに作ることよりも楽しんで作る方がずっと大事なことだからっていうのはいつも聞かされていたので、私もなるべく楽しんで作りたいし、一緒にこう指抜き始めたいって言ってくれる人がいたら楽しく続けていただけるようになるといいなと思ってます。長年にわたって加賀指抜きを復元し研究した祖母から受け継いだものづくりの楽しさと昔ながらの知恵、手作りのぬくもりは時代を超えてつながっていきます。お裁縫道具としてこの指抜きは本当によくできていて、丈夫だし指も疲れないし、針を押した時にも滑らないですし、本当に実用品としてこう発達してきたものなんだなっていうのをこうお裁縫に使うと実感しますね。指抜きっていう、こうもう形が決まってるものなんですけれども、その中に自分の工夫次第でこう無限に色の組み合わせだとか模様を作っていけるっていうのが楽しいと思います。ありとあらゆるものから刺激は受けるんですけど、もう街を歩いててショーウィンドウとか前歩いてる人のお洋服とか、たまたまめくった雑誌のページとか、そういうものから、あ、じゃあここのこの色素敵だなとか、この形楽しいなとか、そんな風にして増えていってます。指抜きを作ってると、楽しいのもあるんですけど、すごく落ち着くんですよね。実用品としてのこう最低限のものであったのかもしれないけれども、それが今こう皆さん作るようになって、私もどんどんたくさんいろんなものを作るようになって、これから長く残っていけるような洗練されたものになっていくといいなって思ってます。